で、同じような精査があったんだよ。5番が、あまり7号に見えないという精査になっていたんだよね。でも長くなったから終わるか。もう、これ終わるわ。疲れだし、もう。夜が来ました。いや、7黒見えたのに、7黒見えて9釣ってる人はやばいと思うよ。俺釣んないよ。7黒見たんだろう。あ、人狼プレイヤーとしてのお話なんだけど、7黒見えて9釣る人ってやばいと思うよ。7黒。7黒見えてね、9釣ってる人って、あの、9番の人って勝つ気ねえじゃねえか。4番仮面だぜ。4仮面状態で、あの、うん。あ、もう、7黒見えてたら1か5の2択だね。9番の人と1番繋がんないから。9番の人5投票まで入れてるから。5投票まで入れてて、俺一応1号までケアして5番かなと思ったけど。やっぱりいろいろ考慮した上で7号という判、7黒が見えたら7号かなって判断したわ。でもね。あれ？これ大人しないっけ？あ、でもまあ別に暑くなることはないんで、これで終わりでいいよ。昨夜は誰も死にません。5番を釣らなきゃダメじゃなくて、3日間のトータルで考えたらたどり着けるじゃん、余裕で。7黒のおかげで9番がキャンセルされんじゃん。で、1号の2択になるじゃん。あ、俺が、7黒見えて損す、得損すの、1番損すの9番だから。1号の2択になるじゃん。で、やっぱり精査すれば5番じゃん。たどり着けるじゃん、5番に。精査で落とせると。あ、静かに見ると。まあ、終わりましょう、これで。さすがに長くなってる。逆精査とかは、基本的にしないです。で、まあ、霊能に関して。騎士かもしんないって。霊能に関しても、審議者がつける。騎士かもしんないって言って、騎士炙り出してるような人がいて。つかない、まあ、あんな変なムーブしてるって。つけるんだったら。やってる霊能の指示なんか従いたくねえもん。霊に対するその考察とかで落ちる情報って変わってくると思ってるんで、まあ、一番嫌なのは、まあ、村がなんか話聞いてなくて、なんか議論の展開がずれた方向で進んでいくことが一番嫌です。はい、以上。3番。のプレイヤーは発言してください。まあ、後半の話は、まあ、すごい納得できるものがあって。ただ、なんかその、これで終わりましょう。前半のその釣りをしてるから、ないっていう感じっていうよりは、その釣りをしてるから、同じ精査してるのに9番が悪いって、それ何が明確に黒ずしいで、もう。だった場合だったりとか、まあ、自分も共感できる。なんで私から初めに見るんですかって言いながら、5番と9番で9番から見てるじゃん。ライン切りが追えないから。釣りをしてるからないっていう論というか、自分と同じじゃん。釣りをしてる内容、なんで、内容だったなんでそれが見えないの、はい、まあ、だから、かといって2番が別にそんな怪しい子は見えてないですね。そんな、今の発言で。はい、あくまでも、思考の違いしかないと思ってるんで、そこは。まあ、2週目聞きます。3日目普通9釣らないよ。俺が役持ちグレーなら絶対9いかない。はい、よろしくお願いします。村人陣営でございます。まあ、2番さん、3番さんに関しては明らかな黒要素。9だけ釣っちゃいけない。あれ、番は現時点では僕は3日目で9の人だけ釣っちゃいけない。なので、2番さん、3番さんに関しては、2番さん、3番さんの2週目の1号の2択にしないといけない。話を聞いて、まあ、審議を深めようかなと。3日目はね、1と5の2択にしないといけない。俺に関しては、まあ、ちゃんと理由をつけてほしいなと思ってます。この人が黒っぽいっていうのであれば、ちゃんと黒っぽい理由を言ってほしいし、また夜もやんなきゃいけなくなるからね。理由をちゃんと発言してほしいなと思います。理由が全てだと思ってるんで、理由なき、あと黒塗りや白塗りとか強靭やろう、強靭やろうっていうような発言に関しては僕は認めませんっていうところですかね。はい、そんな感じで。1番とか4番とか論が達者だけど全然できないでしょ。あの盤面ね、9の人は黒かろうが絶対7、9つながんねえから9は白で置いて除外。うん、で、1号の2択。9の人だけ絶対損するが、4番をか、4番が生きてることが。色落ちなし。うん、味番のコメントとかも聞いて加味して。って思ってます。で、ここで、ま、自分の考えを言うと、全く、色落ち。あ、すいません。なんかね。なっちゃいますね。困ったな。こういう場合は、あれ、3日目普通9番で弾くけどね。7番見せて、7黒見せて、俺5投票してんのに。俺投票してんだと思う。強人みたいな人で落とすのはわかるけど。俺も驚くよな。まあ、納得ですね。うん。なんか、理由言ってないのに、なんかもう、この占い師、この人が偽前提で話してる。5番を釣らなきゃダメな人って、そもそも5番釣らなきゃダメなんだよ。6番。
のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。占い師です。8番白って出てます。8番ランダムで白出てます。結局5番さんは4番さんと同じことが言いたいってこと？まあ当たり前のことか。うん、当たり前のことしか言ってないって感じだね。2番さんに関しては、ここまで開示されると、この後の、結果が分からなくて、結局1周目色落ちなし、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 なんか終わっちゃうから、5番までは伸ばしてほしくなかったかなと思った。5番の位置ではもう白黒はっきりしてほしかったなと思う。うん。正直な話は。悪くはもう、やぐる出ねえで、だらだらやって。なんで5番の印象は悪い？よって、5番を今のところ黒い位として置いとくので。キシレって言って、早終わるかって言われたら。思考に対してどう思いますか？この辺が霊能がいいんだよな、もう。7番のプレイヤーは、人気の場面で。はい、よろしくお願いします。もう疲れたから終わるわ。他のゲームやるわ。また夜もやらされんもん。こんなに長時間やってんのに、夜もやれってわけわかんねえんだ、こっちから言わせれば。アーカイブ見りゃもう十分じゃねえかと思いながら。まあ、あんま好きじゃないしね。まあ、朝と昼やってんだから、もうそこだけにさせてほしいときもなくなりますね。さんまさんが言う通り、まあそれ多分ね、逆精査じゃないんだよね。朝と昼長いときは夜やらせないでくれほしいときもあるわ。人狼っぽくないから釣りをさ。でも俺が自分でやめないからこうなって、また夜もやんなきゃいけなくせんで。でも今日は、基本的には終わろう。決め打つ進行は取らないでほしいって7番は思ってますね。はい。まあ理由に関して、なんで釣ってんの、まあ、あの盤面で。まあ、純粋に自身が釣られて決め打たれると、まあ、かなり精神的にきついです。はい。以上。8番のプレイヤーは発言してください。はい。おはようございます。誰も指摘してなかったから私が間違ってるんかも分からへんねんけどさ、あの3番さんがその何釣りをしてるところの内容次第ちゃうって言ってるんやけど、2番さんってこの人釣りをされてるからあのローはないなっていう精査を逆精査をやめてほしいって言ってる人物やから、3番さんって結局のところ多分2番さんと言ってることが一緒なんやと思うねん。いやねんけど、なんか、いや、自分は違うけどさ、みたいな入り出しで入ってたところを、4番さんが突っ込まへんから、あれ、3、4かと思っていたところ、5番さんも突っ込まへんくて、6番さんも7番さんも言わへんかったから、なんか私が間違ってる気にしてきた。はい。けど、まあ、初週は私はそこが気になりましたぐらいかな。はい。9番のプレイヤーは発言してください。はい。4番でいいんじゃないですか。理由理由って言ってる人って、理由が明確化されてるのに、村の人釣るときありますよね。はい。狼の色をあえて見せる。ね。どうしようもない霊能を残す。そんな人狼いるわけないんですよ。明らかに、ね、得もしない、損をする人がいるのに、その人を明確に釣っちゃう霊能とか、どうしようもない霊能とか世の中にいるんでね。そういう風なタイプになりそうなんで、4釣りでいいと思いますよ。理由付け理由付けって言ってる人って、いらないでしょ。どう考えてもそこの組み合わせは絶対除外できて、この人を外さなきゃいけないのに、他の二択を組めない、そんなどうしようもない霊能が世の中にいますから。はい。まあ、それで、ね、俺が正しいんだって一点張りするような人間かもしれませんよ。だから人狼ですよ。理由付けはいりません。こんなことよりも、絶対ありえない組み合わせは除外し、人外を釣るというゲームなんです、このゲーム。4番が人狼に見えますね。4釣りです。1番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。占い師です。4番さんの白を知ってます。もう9番さんの4番たときはマジで不当でしかないし、なんかもうなんだろう、前のゲームのなんかネタでなんか引きずってんのか、メタ考察とかはマジでやめてほしいです。普通に9番釣りたいです。まあ、対抗6番が、5番に対して求めてるものって、6番自身ができていないものだっていう7番の指摘に関しては真っ当ですね。はい、7番が霊能でいてくれてよかったなぐらい。あと、まあ、8番は、6番の白崎ですけれども、3番の発言をきちんと聞けている人物だなと思っていますね。まあ、4番が言ってることって別に狼でも言えることですけど、9番の4殴りは一切通らないですよ。はい、もうちょっとまともな議論してください、9番さん。9番さん釣ります。2番のプレイヤーは発言してください。はい、5番白です。騎士は潜伏でいいです。
ただ護衛は、任せます。あーね。一番強靭かなって思います。8番さんに関しては、僕は良かったと思っていて、あの状況が6番から8番に白が渡った時に、8番が、まあ、是正をかけた人物、まあ、ただその先がなかったぐらいかな。で、8番って、まあ、そこで3番、4番もあると思ったら、5番、6番も突っ込まないからっていうところは、まあ、8番さん評価点かなと思っていて、まあ、9番さんが4番さんに言っている、まあ、それはちょっと早いかなとは思ったんですよ。まあ、それ別に4番さんの理由を聞いてからでいいと思ってるんで、まあ、9番さんがその理由付けで4番さんを釣りたいっていう思考は、あまり理解ができませんでした。あ、俺、人狼だから適当に言ってるだけだよ。あれ ?6 番さん、スライドだから、やっぱ騎士出てきてもらっていいですか俺適当に言ってるだけだからね。ね。ふらふら。まあ、6番さんはわかんないですね。まあ、6番さんが、なる。ね、何でやってるのかがわかんなくて。6番が5番に行って、まあ、6番が7番に問いかけた姿勢って、まあ、あの段階だと、まあ、僕、6番の狼がないなぐらいでしかなかったから、6番が7番に問いかけたところぐらいは。まあ、6番が5番がじゃあ黒いって言っときますか。もう別に理由なき精査なんで、まあ、なんか変なのは6番さんっていうぐらいかな。まあ、ムーブ自体に関して別におかしいとかじゃなくて、なんか6番さんが5番さんに対して、じゃあ黒いって言っときますか。7番さんどう思いますってのが、まあ、7番の色が見えてるのかなぐらいですかね。6番狼にっていう感じです。かな。以上。3番。のプレイヤーは発言してください。俺2番おかしいけどな。どうし、2番って1番強靭見えた。いや、その位置やから、考慮してる部分あるんだけど、ってなった時って絶対8番サイクロなんで、2番の目線って。その発言の内容っていうよりは。で、9番も4番に対してでしょ。いや、2番の中で9よりも6やと思うで。だって6番が5番に対して釣り値上げてんねんから、2番って少なからず、9番や6番の方が疑い値高いと思うけどな。2番の ロジックが定まってない感じがすごい、占い師として明確に釣り値上げれてないなっていう。あとは、まあ、8番に言っとくと、なんだろう。そもそも2番の持ってるあの思考が俺持ってないんで、みんなが釣ってるから釣らんとこっていう思考がないんで、自分の中で。中身で精査すればいいと思ってるんで。はい、まあ、それが言いたかっただけっていうところと、占いちょっとむずいなぁ。まあ、出方は2番が真に見えるけど、2番のロジックが定まってないっていうところと、2番の中で8番の評価はまだ早いと思ってて、2番の中で一番気持ちよいのは俺8番サイクロに見えるけどね。やっぱりどうしても。盤面的に見えてしまうっていうのは。6がむすむらして、だから位置的な問題もあるから、まあ、考慮してるけど、いやー、ちょっと待ってよ。4番のプレイヤーは発言してください。まあ、あんまり3番さんもなんか定まってねえなっていう風な感じはしたけれども、1、2に関してはクロスなら確実にしてください。知らなかった場合は確実にシーンを切りますっていうところですね。ちなみにこれルール上ムラスラ禁止なんですよね。4番さんなのでルールを守ってほしかったなっていう風に思ってるのと、あと一応メタ発言も禁止なので9番さんもルールを守ってほしかったなと思ってます。7番坂島さん、前回の試合のメタ発言ことは知らないので、メタ発言はしてましたっけ。知らないのでやめてくださいというところですね。4番とか1番タイプに、うん、っていうふうに思っているのは8番さんか、あ、ちょっと待って、9番さんか3番さんかなっていうふうに思ってます。9番さんから俺に向けたものは、まあ、あまりにも不当だなっていうふうに思っているし、理由がなってないなっていうふうに思ってます。だって気に入らないもん。この人は必要だから黒っていうところはあまり飲めない。まずさ、クロス声しなきゃいけないやつよりもさ、あの3日目で9釣るやつの方がやばいと思うわ。9釣って自分が生き残ってて9番釣ってるやつが一番やばいと思うわ。自分がひたすら9番釣って、俺がなんで4番残してんだよ。5番のプレイヤーは9番の人が唯一噛むだろ。4番を絶対ゼガヒでも7黒見せねえだろ。まず9番なんか絶対ねえだろ。なんであの盤面の3日目で9釣ってんだよ。9が一番ないだろ。4視点取ったら1か5だろ。あ、上がってるのか。ちゃんと役をやってくれ。俺なら1か5しかいかない。4番さん言ってましたね。得しねえだろ、9番の人が。9番さんに関しては精査不能だと思ってるし、1番目線。あ、俺は適当にやってるだけだから精査不能っすよ。
黒い。だって俺、驚くんだぜ、もう。真面目にやんないんだぜ。真面目に。3日目さ、急の人だけ除外だろ、唯一、多分。客観的に俺見ても、9番の人らは外さないといけないんだよ、絶対。7黒が見えたから9し、で、霊が生き残ってるから、絶対外さないといけない。絶対だよ、100外さなきゃもう勝てない。そんなこと9番が言ってるならもう無理でしょ。わけわかんないんだから、自分が不利なのにわざわざ、わざわざ残すっていうわけわかんない、異次元なことやってるやつがいたら、しょうがないじゃん、もう、負けても。6番。のプレイヤーは発言してください。6、8、9、3もじゃない ?5 番さん。2号ローかな、俺は2号ローで思ってます。はい。あ、ユマさんごめんなさい。聞いてなかったです。ムラスラです。はい。あれ作れたらいいなと思ったんですけど、平和村作れたらいいなと思ったんですけど、2番さんがやってた。サンマさんも言ってましたけど、出方的には2番さんの方が死んだけど、言ってることが2番さんがぐちゃぐちゃすぎて、なんかよくわけわからなくて、村目線じゃないんですよね、本当に。村視点とは感じない。から2番、狂人というより狼かなって感じ。結構強い発言の感じが。で、5番に関して、2が5にしろだよね。1が4にしろだよね。うん。だからもう、2、5じゃねえと思ったけどね。だから確実に俺もクロスラーならしてほしいなと思う。まあ俺が言ったことじゃないし、4番も言ったことじゃないけど、クラナ番が決めればいいと思う。で、8番に関してはもう完全に白で置いている、俺は。白で置いていいと思っている。理由としては、あの時点で俺が白を出して、俺が白を出して、ね、俺に対してのしっくりとした精査、最初で、みんなが触れてなかったことに自分から自ら触れていくところから、うん、もし人外で関われてたらそんな強い発言できねえよなと思って8番をもう裏置きしてます。よって今日の釣り位置たちは9、3かなと思ってるけど、9番のもう今のところは9番。うん、正直、発言がどっちか分かんないから、人外でも、今日でも、あ村でも、ね、いても、あんまり、いてもあれだなと思ったよ。7番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ許容しないですけど、ランテージめっちゃ困ってるんで、岸さん出ないですか？まあ出る気ないですかね。一応ランテージしっかり上げようかなと思うんだけど、今考えてんのは3番、8番ランにしようかなと思っていて。まあ俺が個人的な盤面の発言家で、2番の目線だと1番強靭に見えたとき、8番が狼のロジックがよくわかんないんですね。まあ、これ誰かが多分説明しなきゃいけないと思うんですけど、誰も飲み込めないと思うんですよ。わかんないんですけどね。俺ができないから、基本的には、あ、9番さんありがとう。誰もできないから、色ちゃんロジック。わ、ね、うん、かんないですね。その盤面の考察は。そう。まあ、あと9番さんに言っとくのは、現状か片白から行く進行は取らないでほしいですね。グレーで。で、まあ、6番さんに関しては、ああ、じゃあ8番さんを釣りたい理由に関してなんですけど、8番さんの3番さんへの組み取りに関しては、まあ理解ができるけど、まあ3番が、2番への組み取り次回で間違っているときに、4番がしていけないから3番、4番に見えたロジックがよくわからないの。言ってんなんすね。で、誰も指摘をしないから5番、6番、7番が8番が間違ってるのかなの指摘よりかは8番目線は多分釣りたけ3番になるかなっていうロジックで3、8にしようかなと思ってたんですけど、はい、そのぐらいかな。あ、まだ6番さんも釣り位置に上がってもいいんですけど、ロジックとして成り立ってないからね、はい、8番のプレイヤーは発言してください。いやいやいや。いや、いいんやけどさ、その、何ね。霊能に言われたらしゃあないんかもわからんけど、3、8のランはナンセンスすぎへんと思ったら、自分をランテージに入れられてんのがまず不服やし、だってさ、3番さんってさ、この週に限ってもさ、いや、自分は2番と同じ思考を持っていないって言ってるけど、言ってることは一緒なわけやん。で、私が、組み取り違いで間違ってんのかなって言ってんの。だから3、4に見えたけど、みんなが指摘しいひんから、自分の組み取り方が間違ってたんかもわからんわっていう話をしただけでさ、
え、わけわからんねんけど、7番。ほんまに。じゃあさ、6番ムラスラしました。じゃあ何でみんな6番のこと。で、クロス占いを提示してんやったら6落とししかないやろ、どう考えても。じゃない？いや、今後さ、じゃあ6番を一生村で置くってこと？ムラスラしたからこの人村やなっていう思考で6番を一生村で見て、っていうこと？わけわからんねんけど、7番の思考が。じゃない？と思ってる。それよりも、3番の何やったっけ、その1を教授で見たときに8がローになるんじゃないかっていうロジックが意味わからんっていうのと、で、8番の3番指摘の組み取り方が意味がわからへんっていうことで、3、8。わけわからんで、7番そのランページ。6番を何で見てんの一体。一生村で見るってこと？私、でも6番さんが何者かわからへんけど、2号っていうのもあると思ってんで。じゃない？それでランページに入れられるのはマジで腹立つなって思う、7番に関して。別に間違ったこと言ってないと思ってるし。6番のことを何で見んの？クロス占いを提示するんやったら6落とししかないやろ、どう考えても。9番のプレイヤーは発言してください。まあ、私噛まれるんで、丸く収めるために6でいいんじゃないって、ムラスラでしちゃってんだから。で、俺噛まれるから、ね、それはあの、1、2の芯にムラでつけてください。その方がいいでしょ。うん。まあ、ルール違反してんだったから、しょうがないでしょ、6つって。で、ゲーム進行したら？ああ、ありえないよ。6釣り、6釣り、6釣り。25とか、14とかまで追ってたけど、なんで騎士で出ないんですか、あなた。ありえないでしょ。うん。あなたは騎士がないって、ムラスラって言ってんだから、明確に6番釣って。で、7番、守るわ。うん。いやー、ほんと疲れた。1、2はね、まあ、1、2のクロスいけないと思うから、まあ、6番行ってください。で、1、2残した方がいいんじゃない？うん。それか1番、2番に行くんだったら、あれだよ、あれだから。うん、6番行って。確定陣外。はい。1番のプレイヤーは発言してください。騎士に関しては9番が明確に死んだと思う。6番は平和村盤面を作りたかったっていう割には、1周目5番がグレー精査しないから5番が黒っていう雑な精査をする。全く新芽を取りに来てない対抗だったんだよ、私からすると。で、2周目の2番の位置で2番が出てきて3、4になったから降りた強人なんじゃないかと思っている。で、スライドからの今度は仮仕様でしょ。だから私は6番で狼落ちる気はしないと思ってんだよな。で、2番が狼で、申し訳ないけど、あ、そっか、私エンドウチか。2番がどこになんか白を打ったか教えてほしいんだけど、ごめん、そこ聞けてなくて。5番かな、みんなが2、5。あ、ありがとうございます。2、5か。4番の、あと私は今の発言8番を生かすためにしょうがないから、俺釣られても8番さえ生き残らせないでねえから。やっぱり2、5ないし、2、3だと思うから、4番のランページで3番したかったけどね。投票を始めて6釣り男の勝負、6釣り !6 釣り7神 !1、2番から占われたら、8白じゃねえ作戦で、8白じゃねえ作戦でそいつするっていう。俺はうまくライン切って、微妙に。8番に逃げてもらう作戦。これしかもうない、今日は。もう終わりたい。6番よしキロちゃん情熱一回り一回りするか、1番か2番を噛むかっていう選択は、7番ちゃんに任せるわ。だったらなら別にいいよ。後で、後悔してください。はい。9番さんが白いと思ったから、俺は普通に9番がスイッチかなと思って、やっただけ。うん。したら降りなかったから9番人外だったわって感じ。それはすいません。俺9番人外じゃないと思ってたから。うん。完全に25で落ちたからね、俺は。25ローローの狂人がどっかにいるのかなと思ってた。だったら9番が狂人だったわ。25ローロー9狂人じゃない。これに関しては申し訳ない。うん。一番そこまで分かってたなら俺がスライドするって分かってたんじゃないの？まあいいわ。ごめんなさい。はい。霊能も噛まれて、占いも噛まれて、はい。結局、PEP で終わり。9番絶対噛まれねえから。はい、ごめん。Thank you.
9番のそれはでもせこいよ、普通に。なんか、あれ、ルール違反したから釣りじゃねえみたいな。それは引くつけこいと思う。だって、人が8番がローだから、かばわないといけねえしね。それをね。そんなだったら9番をメタ発言でルール違反してるけどって話だから、ね。いや、むしろ俺フェアプレイじゃん。ルール違反するって言ってる方が。フェアプレイじゃん。すがすがしいほどフェアプレイじゃん。うん。ヒロちゃん、構成したんだと思ったけど、全然構成してないじゃん。夜が来ました。目を閉じてください。あ、任せる。7番紙でも OK。1-2の芯狙いでもいいし、8番さんがやったように、7紙も OK。1-2の芯狙いでもいいし。じゃあ7。OK、大丈夫。うん、いい、大丈夫。俺とライン切ったり、1-2のどっちかの心境わかんねえからね。どっちも6いってんもんね。いや、多分1やと思うんですよね。うん。出方的に。うん、まあ、そこは8番さんに任せるわ、あとは。はい。適当に1守りって言っとくわ。はい。朝が来ました。あ、ここはね、7番めんどくせえと思うから。7番。8番のプレイヤーは発言してください。え、何やってんのこれ、本気でも、はい。2が4白、1は3白。いやでもさ、1番さんってさ、2号で追っていての3占いっていうのはちょっと納得いかへんなと思うけど。で、9番さんの1占い、え ?1 守りでしょ、なんで7を守らんかったって思う。え、7が髪抜かれてる状況って、6が ?6 がローやった場合じゃない、6が、進路をやった場合、七神っていうのを通ると思っているから。え？じゃない、1番さんってだって昨日2号ですね、みたいな言って、の3占いでしょ？で、9番さんの1守り、もう謎すぎるから9番行きます、とりあえず。と思ってるんだけど、間違ってるんかな？6が神教やって、教ってことないと思うな。神道やと思うわ。7が髪抜かれてるからさ。で、9の1守りが納得できひんくって、1番さんの3占いも意味が分からへん。2神かも分からへん。と思ってますけど。いや、教授が本気で仕事しねえよ、はい、これ。9番のプレイヤーは発言してください。はい。一番が真ではないかと思い、一番守りましたね。6番さんの陣外にフェアプレイで私は臨みますよ。まさかね、私真取ってるから7噛まれるとは思わなかったんで、1が真で1番噛まれたらね、めんどくさいかなと思って、みんな2号追ってるんだから。2番でいいじゃないですか、今日は。うん。そして、まあ、自信進行で行って、3か8のね、まあ、終わんなかったらね。2、6でっていうのは2番も6行ってるからね。だから、結構わかんないです。心境で6番行ってしまったのか、それともローで、まあ、さすがにスケスケの偽の6番に行かなきゃ芯取れないと思って行ったのかわかんないんだけど、まあ、一番芯じゃないかなと思ってやってる部分があるので、1守りしました。まあ、噛まれたとて、占い結果の方が大事だと判断しましたね。まあ、2番釣って、もう1、2個で3か8、まあ、終わんなかったら3か8になってもらって、そのね、残った人釣ればいいと思いますね。はい。うん。1番のプレイヤーは発言してください。村視点では2番、2番、5番が見えるかもしれないけど、自身としてはやっぱり6番が強靭にしか見えないのね。平和村盤面を作りたかったっていうような信仰じゃないでしょ。5番、グレースケールを落としてない5番が黒。
なんていう、でそれに対しての7番以降の話を聞きたいっていう占い師が平和村盤面を作りたそうにしている、自称占い師に見えました本当に。で真っ先に、本当に6番が彼なのであれば2番が2周目に出てきた時点で仮スライドすればいいだけの話だから6番は絶対に何だろう強靭だと思ったのね狼ではなく。でその場合2番が狼として仮定した時に2-5にはならなくない？2周目の3番って2番が偽かなっていう思考を残してるんだったら1が真なのに1番に対してじゃあ新要素を上げるわけでもなく2番の偽要素をつらつらの述べて最終的にわからないって発言してる人物だから5番よりかは3番かなと思ったら3番白でした。みんなで言う通りに2番のプレイヤーは発言してください。1番下でそれだったら2番5番を取った8番じゃないって思うんですけど、僕が6番9番の投票で6番投票した理由は、6番から2番5番を追われて、まあ、2番に対してなんか2番の言い方が強いとか2番の新目線に立てないとかそれがなんか全然内容が発言されてなかったんで、なんか6番ってただ2番殺しに来てるなと思ったんで、まあ、6番、9番かけたときに、9番が4番に取った、理由言ってるやつは詰め合えっていう、まあ、ちょっと早い精査より、まあ、6番の方が嫌だったんで、6番切りました。で、まあ、9番が7番超えできてなくて、まあ、1番シンって置ける状況、なんか村が2番、5番、2番、5番って言ってるから、まあ、2番釣ればいいんじゃないですかって、なんか9番の、真摯に立てないんで、今日9番釣るんですけど、とか9番偽だと思ってるんですけど、てか8番さんも聞きたいんですよね。その6番さんが、2番5番を追ってて、2-5やねんな、みたいな感じで、2番5番の要素が欲しくて、で、まあ3番さんが言ってることは、なんか僕がチューハグしてて、まあ出方は死んだけど、なんか発言が伴ってないよねって言ってるけど、まあ、釣りたいって僕言ってましたけどね、6番さんって。初週で6番が、まあ、仮に5番黒いって置いときます。どう思います ?7 番さんって。まあ、それがそもそも7番に求めたとて、まあ、5番に仮に置いた理由もなくて、仮の精査をして7番に、じゃあこうですね。そこから出てくる答えって何かありますかって思ってるし、7番に問いかける姿勢の意味わかんないから、6番が変って僕は思ってました。というのは3番さんに伝えます。なんか8番さんは2番5番で追ってたのが、なんか2進あるかもわからんって言ってたけど、そもそも2番偽のロジックをちょっと8番さんの口から聞きたかったです。はい、3番のプレイヤーは発言してください。まあ、2番1だと2番偽やけど、そもそも2番が3番さんに伝えますって予想自体がおかしいから、2番の中で4番5番の後ろ見えてて、2番タクで9番が偽やとしても3番8番どっちかが陣がやねんから、2番の中で3番8番の精査するべきやから、3番に伝えますっていう言葉自体が、まず3番、2番が3番の精査をしてないから。はい、だから2番偽で。9番残しでいいと思うよ。うん、ね、2番8番か2番5番ね。うん。別に8番白くないよ。はっきり言って。あの1番の岸 のスケールは1番が正しいと思ってるんで、岸精査は、はい、シンプルに。はい、うん、まあ、6番みたいな岸をいないと思ってるんで、自分は。はい、まあ、でも1番はね、新要素上げろって言われても別にないっすよ。初週で1番の新要素ないっすよ。はい、2番にすごい色。これ、色が見えてねえからな。1が真の可能性もある。2つったら1カム？俺が生き残ってる限り、1級は絶対釣ります。1級は絶対釣ります。はい、1番さんに関しては俺言ったんすよ。ちゃんとクロスラーないしない人はもう真切りますっていうふうに言ってるんで、俺の票いられんだなっていうふうに思ったんで、1番は絶対落とします。はい、なので俺に1番って何？ 3 白なの？はい。っていう感じですね。9番7番守ってっていう話をしてたのにも変わらず7番守ってないんで、で1番守りてて1番が真っていうふうに思ってる時点で俺はあんまり全然精査が合わないなっていうふうに思ってるし、4番のあれが空いてんじゃん。9番7番守るって言ってたら守りきれてないんですよね。で1番守ってるし4-3なのこれ。1が強靭だった場合は3番で囲えてるから2番を釣り殺してんじゃないかなっていうふうに思っているし、7番釣れてるから9番も3強労働1強靭とかあるのかなっていうふうにも思うし、とりあえず今日は9落としますんで、俺が生き残ってる限り1、3は絶対引き切ります。1、9、3は絶対引き切ります。俺が生き残ってる限りはもう思考6入ってます。254じゃねえか。254のプレイヤーは発言してください。4番の人って1が強靭っぽいけどね、1が死んだったらどうするの？ 3-8 をロラしたいかな。3-8をロラしたいです。かっこいい5番。男だよ。
三八郎占いです。六番さん渡した理由は確かに。ねえぞれ。ねえぞれ一カメ。最後の勝負。あたがの勝負。だったら三番五番ローになるんじゃないって二番。最後の勝負だな。もう疲れだもん。さすがにこれ終わるよ。オカミで負けても終わる。みんなで静かに反省会。オカミだから別に俺熱くなることねえから。あなたこうだ。八番と強靭にグダグダ言うこともねえから。に。どう見えます。九六で俺のことがローに見えてる強靭がいるってことだよね。水入りで1、4番が1いってくれなら余裕でいけんじゃん。8投票しますね。これ9番さん。8番、2番いくぞ。なんでかって占い潰そう。そこから最後の審議。2番強靭でも捨てよう。1番噛めばいい。1噛みいけるから。8番、2番に合わせるぞ。1、8、198で、3番、3918で2番ぶっ潰した後、1番噛み OK。で、8番、たらがえ。だから1強靭だったらめんどくせえけど、唯一。ねえ、それお宝の勝負わぁ !2 番のプレイヤーは発言してください。まあ、3番だと思っていて、まあ、僕って3番、8番どっちか村いるわけじゃないですか。143が白くなるけど、これどうすんの ?8 番。どうするどういう選択取る ?3 番にはこれを求めて。ああ、もう8番決めて。紙石考えて。どうやって戦いたい?じゃあ8番釣りますとかって言うから、もうしらじらしく。4番に喧嘩売って。1番、2番にめちゃくちゃ不利なやつとしてる。いやー、なんでじゃあ5番に黒打たねえのこの1番。3番って、まあ、2番が2番が強靭かもよ。まあ、2番が出方惜しいんだけど、いや、色が見えねえから強靭がわかんねえんだよな、これを。だから僕残したじゃないですか。6番を釣りたい理由って言ってますよねって言ったものに対して、なんか2番が投げかけてるから、その要素がおかしい。石にいけるやつってやばいと思うけどね。1に新要素はないけど、めちゃくちゃ薄い考察だなと思ったんで、3番だと思ってます。まあ、これ負けなんでしょうけど。え、PP なのかね。これ、なんで票がバレたんだ PP、PP を信じて4、邪魔なやつ噛む。4番あたり噛む。PP 邪魔だから4番噛む。4番回噛んで、8黒打ったら1番釣ればよくね。8番さんが1。5番が怪しいんでっけど、8番釣ればよくね。そのプラン取るか、4紙プラン取るか、1紙プラン取るか。139ですよね。139で多分3番狼だと思ってます。調子をしてくんねえの、これ。1番って、まあ。で、6進9強を、1、3、ローローかな。まあ1番が、やばいよね。これをどう取るかなんだよ。8番もどう読み解く。8を1進だと思ってるんでしょ ?1 強靭もあるけど、1紙プラン発動する、1紙プランで4番噛んで358で殴り合うプラン取るか、4紙プランで1番強靭にかけるプラン。これはもう8番と競技の上。難しいなこれ。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。一番噛むプランにするか、一番強靭にかけるプランにするか。かけるプランにしましょう。四紙、四紙いっちゃいますか、四紙。じゃあ四紙ですね。いっちゃいましょう。うん。八黒打たれたらもうしょうがないんじゃない。ここの隠し路できたらしれっと一番するか。そうですね。もうめんどくさいからそれでいいんじゃない。うん。まあ一、二だったら無償ないけど二番釣るしかないもんなるね。いいんじゃない?覚悟決めて。一番強靭だったらいいけど。いやー、これ八黒打たれたら一番釣ったらいいんじゃない?うん。朝が来ました。昨夜死んだのは4番5番のプレイヤーは発言してください。うん。ってことは1にせってこと ?8 に白打ったから3白8白で1が偽、9が黒だった場合は、1の芯はあるけど、ほぼほぼ9が芯だと自分は思ってるから、1が偽やね。ってことは、2が芯で、2番さんの占い結果4種。
ああ、3、8の精査もしないといけないっていう場面か。自分は、1が真だと思ってたんですよね。1が真だと思ってたんですけど、俺、なんかそこはかとない狂人衆1に感じてんのよ。なんかそこはかとないね。忖度衆感じてんの。急老じゃねえ衆の。こんな、白結果。一番がこんな精査するんだろうかなと思ってさ。6番こんなバグるんだろうかと思ってたんだよ。俺ね。1、2が真、今日。8番さん、1今日あったのよ。8番さんだから進めた。2真の可能性あるのよ。2番って結構真の可能性あるのよ、これ。占い精査まともに見て7番守ってねえ、騎士なんて。人外でしかねえだろって。そこ釣りたいやつの方がまともだよね。なのかやっぱりそう思ったのよ。なのかってところで5番釣ります。9番は死んだと思ってました。ニゴロロ。8番のプレイヤーは発言してください。いや、無理やろ。苦しすぎるわ、その5番さん。8番とは占い精査は合っていたけれども、8番が黒いから3、8のランで8から行きますって縄計算できてるっていうところからと、あと、その占い審議は合ってるんだったら、5番さん視点さ、1番に接種してるんだったら3番じゃない？少なからず占い審議は私と合ってるわけなんでしょ？もう無理やで、5番さん。諦めた方がいい。なんで9番生きてるのか分からへんし、1番も生きてるのか分からへんけど、こういくわ。9番のプレイヤーは発言してください。あ、3守りしてますよ。3番しか守れないもんだって。4番がだって1釣るって言ってんだもん。1俺も死んでしか見てないから。1番がね、偽だったら5番に黒打てばいいんだよ。初日から。なんでわざわざ3番と8番につけんの？ 8 番なんて1番投票してんだから。1番からすれば占いたいよ。これこそ真の占い先だよ。4番さんはね、偏りがありすぎるよ。1が人、1死んどってんだから3黒でも8黒でも5黒でも容易に打てんのに、5番黒打てば簡単だろ。1が死んどってんだから。で、もう3、8の白がもう圧倒の芯。守りが3。4番が1、1釣るって言ってっから守れねえだろ。普通に考えて、俺4守りたかったけど、だって1釣るような人なんか俺もう守れないもん。3番しか守れないわ、熱い男。2番は、まあ、2、5、6、6強人ってどこでしょ。1が芯すぎる。5番しか行きません。圧倒の芯。1、8が白。3番も白。うん。1番。のプレイヤーは発言してください。いや、これね、ほんとね、死体蹴りだからね、悪くあんまり言いたくないけどね、正直4番さん噛まれてくれて助かったっていう部分はね、9番あの日、前の日釣られてたらどうしようと思ってたからね。だって6番のどこにあれ、新要素ある？新狩りの新要素ある？9番から布団に叩かれて、なんか結構感情的になっちゃったのはあれかなとは思うんだけど、もう9番が死んでしかない。で、今8番が言ってくれた通り、5番が8番と同じく占い1番に関して接種しているのであれば、勝負の子がね、3、8が安定時壊すこと、絶対8釣らせないこと、誰でも8番がいるのがやる、これ負けないよね、絶対8番合ってるよ、進めたけど7番神なって、まあ、6番が1周目にあとは4神なって進めたけど合ってたよかった、でもあれなんじゃない、ワンちゃん見えちゃったんじゃないの、2、5、ロロだからもうあえてなんか新目取れずして、もう9番を引きずろうとして、なんか死んで、最後に仕事してった狂人っていうね。3番のプレイヤーは発言してください。まあ、もう騎士は、もう6番が真やったらもうちょっときついのと、まあ、占いも2番が真やったらもうきついなと思ってて、まあ、きついよね。遺言、ちょっと芯っぽさあったけど、2番の。あ、2は芯っぽいよ。きついよな。すっげえ芯っぽいから、進めた。これでねー。まあ、だからねー。一番強靭にしか見えんからな、もう。一番が2000時って。1強の8、6ローとかしか見えんだよ。もしくは5、6ローとかしか見えんから。きついよな。あ、6番がやってくれたから助かったわ。まあ、1進行で7番のランテージが俺言ってたら多分カウンター打たれてるからやべえなと思って、俺をアーマーだと思うっていう、村語り禁止だろっていう、まあでも8番別に、まあ、2番、まあ、1強だったら8番村語り禁止やねん、この村絶対一番強靭の村語り禁止だ、6番がスライドして、
あ、このテーマはね、8番が7番に叩いてるから、絶対7番噛みたかったんだよ。あと、2が新っぽいんだよ。だから4噛み進めた。が、なんか乗ってくれてよかった。ここで1つったら、やめた方がいいと言うとこだったけど、5番って。あんまり進めないけどと言おうと思ったけど。わけわからんこと言うんすよ。人外行動してないんですよ。理想系で言ったわ、うまく。理想系で。1が芯取ってくれた、強靭の芯取ってくれて。理想系が5番に絶望の時を。さあ、5番ちゃんに絶望の時を。まあ、言いたいことですか ?18 の女性プレイとゲームがまたしたいです。まあ、5番さん、人外発言です。これが、ヒロちゃんが言いたかった。18しろって言った時に言いたかった言葉は、18の女性プレイヤーとゲームがしたいですという、俺の人外発言だーイエスゲーム終了。ふぅー。人狼の勝ちです。美しい、これがヒロちゃん。